共産党と強いつながりがあるコラボ代表二刀夢の様と、現在壮絶なバトルを繰り広げている暇空茜様。先日、暇空茜様が東京都知事を提訴したことで、界隈は大きく沸き立ちました。そこまでやるのはさすがに草。いやでも全てのカードを切って、全力で動いていただけるのは一市民としてありがたい限りです。当チャンネルのコミュニティ投稿に寄せられた、皆様のコメントを一部ご紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。それでは以降は寄せられたコメントとなります。本来は政治家がやらなければいけない案件、あまりにもだらしない。特に日本共産党は、都知事は自分で言ったことも守れず、その件も知らん顔して責務を果たす気もないのであれば、潔くその椅子から退くべきかと。百合子には勝てない、都民ではありませんが、少女だけ保護対象で少年は保護対象でない団体さんのうさんくささを正してほしいと、暇空茜様の提訴を陰ながら応援したいと思い込めいたします。最後まで戦ってほしい。資金が必要ならまた寄付します。今回の騒動への対応では、都庁、都議、都知事全員に不信感しかない。このまま続けても拉致が開かないから、裁判でしっかりと白黒つけてもらいたいです。中途半端にしないの本当に尊敬する都民です。応援してます。正義は勝つ。神原はじめ先生、漫画やゲームに生き方を教わったってよく言うけど、本当にここまで実行できる人はいない。感動させてもらった作品たちに、勇気をもらったキャラクターに恥じぬよう自分も生きていきたいと思わされます。実質憲法解釈が争点。国民の知る権利は守られるのか。暇空氏が勝つかどうかはわからないが、百合子の負けが確定してるのは草。外野で終わらせないのすごいな。正直これでのり弁をやめる公約達成はなんだかなーですよね。こうなったらとことん一般社団法人コラボと、その界隈の闇を暴いてもらいたいです。本気度が伝わってきて嬉しいです。正直ここまででかい話になるとは思ってなかったけど、行き着くとこまで来たなって感じ。マジで命だけは大切にしてほしい。毎日ネタが投下されるので飽きない。都民ファーストを名乗るのだから、ポリコレや憲法の話題から離れ、都民の声に耳を傾けるようになることを期待する。望み薄。最初の法廷オフがいそこでもセブンナイツでもなく東京と、雑魚キャラ無視し続けて UO 倒しに行くドラクエ TAS 思い出した。のりこは今までオールドメディア使って、仕事やってる感出すのうまかったけど、どう反応するか楽しみ。都の責任者としての宮古知事の責任を全うしてほしい。素晴らしい行動だと思います。徹底的に戦ってほしいです。応援してます。あんだけノリが張ってあると、開示請求の意味がないから妥当でしょう。あれを見た瞬間、昭和にタイムスリップしたかと思ったわ。逆に今回の対応次第では、百合子が見直されるチャンスだとも思う。単なるコラボネタだったのが、あちこちに流れ玉食らってて、これどこまででかくなるかね。都知事には自身が出した公約を守っていただきませんとね。正直不正会計そのものより、都の黙認の方が納得がいかない部分が大きいから、大きな戦いだけど頑張ってほしい。民意を権力で潰すな。どっちに転んでも百合子負けやん。日本化思考どっちが終わってるかの裁判だね。戸川に立証責任があるようなので楽しみです。暇空氏は無事で済むのだろうか。無事に終わることを祈る。都知事が提訴されるほどなのに、報道されない不正疑惑があるってマジ。百合子の敗訴は公約違反という負け確ムーブで草。マスコミやメディアが取り上げることが大切だと思う。ノリ弁や廃業はあるてえ。次の都知事選が楽しみやな。これ東京都に限らず地方行政真っ青なんじゃない。いろんな意味でさ、あの文書で納得しろって方が無理な話ですよね。むしろ疑惑が深まって逆効果にしか思えません。まさか都と対等とするとは。不正がなかったとしても、制度の不備はあると思うので、最後までやりきってください。都にとってはこんな活動やってるんですという実績集めの一つなので、まさなおコラボがなくなっても困らないだろうから、尻尾切りで終わりそう。のりこが得意のメディア構成は利用できない案件だから、暇空さんが言うように純粋に裁判官への印象勝負になりそう。定款や貸借対象料を黒塗りしてる理由が気になるから、ガンガン行こうぜって言ってほしい。さすがに都知事が訴えられたらマスコミも無視はできないですよね。まあこれで都の監査体制がまともになればいいね。最後までご視聴ありがとうございました。